皆さんこんにちは、大分の高っちょ親方です。いつも私のですね、この動画やブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。私事ですがご報告がございます。この度大分学検定1いただきました。いや本当にね、皆さんありがとうございます。毎年11月3日に行われる真剣大分学検定、いかに大分を知ってるか、いかに大分を愛してるかを、測ることができる、試験定問題が毎年ございます。今回で8回目、私自身は7回目の受講なんですけれども、ようやく1位そして上級をいただきました。初級、中級、上級とありまして、120点満点中の110点以上が上級というですね、レベルで、これまであまり出てこなかったんですが、ようやく私も上級になりました。そしてね、昨年がね、わずか1点差で2位だったのが、今年はなんとか1点差で1位を逆にもぎ取りました。本当にですね、皆様いつももう親方そろそろさ、大分の若者がさ1位取っていいんじゃないのみたいなことをよーくで、いろんなこと何年も言われてきました。本当にですね、無事一つ念願叶いまして嬉しい限りでございます。新聞でも一度私出ましたけれども、その際いろんな方からまた SNS などで応援いただいて、直接激励もいただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。もちろんその大分学検定、順位とかですね、点数だけが全てではございません。ただやっぱりこのね、検定やる限りにはどうしてもやっぱ挑戦にもなりますし、いかに自分が大分のことを知っているか、大分のことを愛しているか、客観的な指標、ステータスとなるわけです。やる限りにはやっぱり1位を目指したいというのは本音でございます。ということで1位になりましたので、今回ですね、たくさんの商品をいただきました。関係者の皆様本当にありがとうございます。本来であれば今撮影しているのが2020年11月28日、コンパルホールで表彰式が行われる予定でした。しかしこの新型コロナウイルスの影響で、残念ながらオンラインでということになりました。仕方ないですね。ただ私は本当にこの日を楽しみにしてまして、できればこうね、おめかしもしてですね、余談ですけども、スーツもピチピチですし、下のスーツのチャックがですね、ポロって取れてですね、ちょっと恥ずかしいんですね、ファスナー部分が。そんなことありつつも、そうやってけど、たくさんの賞もいただきまして、そして私自身もですね、満足のいく結果、願ってた結果が叶いましたので、今回はですね、そのいただいた、商品ですね、どのような商品をいただけたかというのを、お礼代わりに、ご案内いたします。なお、大分学検定ってじゃあどうやって1位取ったのとか、どういう勉強したのというのにつきましては、前回、今年のですね、大分学検定終わった後の感想動画で、紹介しておりますので、そちらをご参照いただきます。今回は本当商品のご紹介でございます。こう1位になると、もしくは上位になると、こういう商品もいただけるよと。なおさら大分のことをね、知りたくなるよということをですね、ご紹介いたしますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはじめに認定証でございます。こちらは初級以上になるともらえるですね、賞状でございます。今回私が上級、そして今年から設けられました、名人6段というですね、区分に認定されたという賞状でございます。これ毎年初級中級ときて、ついに上級いただきました。ありがとうございます。続きまして、こちらも優勝した方のみいただける表彰状でございます。大分県知事からなんと表彰いただきました。広瀬知事、ありがとうございます。いかにですね、この大分学検定というのが、この大分県のトップからも認められている、大分県としても注目されている検定なんだなということを感じました。このいろいろ勉強を学んで、大分のことを知るという意味ではですね、非常に面白いコンテンツだと私も思っておりますので、今回こういうありがたい賞をいただきまして、本当にありがとうございます。続きまして、こちらも優勝者限定、世界に一つだけしかないですね、湯煙トロフィーでございます。こちら、大分の温泉の湯煙をイメージしました。そして竹ですね、別府、竹大工賞の小雲斎も有名ですけれども、竹工芸でできております。作家はですね、竹田市在住の方ということで、これ年間持ち回りで、いわば私がこのトロフィー、チャンピオンベルトを持っている状態です。
ですが、ディフェンディングチャンピオンですね。こちら、まあ、来年、まあ、もし2位以降、以下になったらですね、お返しはいたします。なお、レプリカはいただけるということでございます。このまた素敵なトロフィーですね、オリジナリティ溢れております。本当にありがとうございます。続きまして、こちらも、1位の方のみいただける、というか上級者の方のみですね、子供たちへ伝える料理ということで、これ大分の、まあ、各地に伝わる郷土料理をですね、紹介本です。どんな歴史があるのかですね、そしてレシピも載っております。まあ、これは土地は、これです、30年前に時和さんがですね、発行されたということで、まあ、本当大分は海の幸あり、山の幸あり、まさに豊の国ですね、豊かという、自然豊かだからこそその豊か、豊の国という由来がついたということでございます。これも大分学研究会提唱者の辻野勲先生がテレビでおっしゃっておりました。まあね、各地にね、美味しい料理あって、もう私もね、ちょっと表彰式に挨拶いたしましたけども、もういっぱいね、私もこれもっと食べて、初場所、横綱を狙えるように頑張ります。続きまして、こちらもですね、上級認定者のみだと思います。温帯焼きでございます。まあ、大分県と福岡県の境にあります、日田市のですね、皿山地区に伝わる焼き物でございます。もともと小石原焼きですね、福岡県でのその流れだそうですね。2013年の夏に私一度この温帯焼きの里で、お邪魔して、実際にこう温帯焼きを作っている場面も見させていただきました。当時の動画もですね、スライドショーもございますので、ぜひご覧ください。これは民芸運動されてました、劉宗悦さんやですね、イギリスのバーナード・リッチさんが紹介されて一気に注目を浴びた焼き物です。こう今出てますけども、ハケメ模様とかですね、飛びカンナというのが特徴でございます。で実際にですね、弟子を取らない一子相伝でございまして、昔トラさんが日田でロケやった際にこう弟子入り、温帯焼きに弟子入りするという場面を作ったそうなんですが、いやフィクションとはいえそれ嘘を知られたら困るということで、実際その場面はカットされたというほど、まあこのずっと一子相伝守られているこの世界的にも有名な温帯焼きをいただきました。今回もですね、ありがとうございます。続きまして、今度は辻野勲記念賞という特別賞でございます。大分学検定の、まあ、120点満点中の20点がこの特別問題ですね、要は視覚、味覚、聴覚など五感を使ったですね、クイズです。例えば手を入れて、ね、口に含んで温泉を当てたり、カボスジュースを当てたり、または映像や音を聞きながら、どこの民謡か、何という方言かですね、この市町村どこだかなどいう、まあ、特別問題がございます。それの成績上位の方に、この辻野勲記念賞が行われます。辻野勲先生は大分学検定といいますか、大分学研究会の提唱者でございます。まあ、もともと香川県ご出身で、京都の大学から、そして日本文理大学大分にいらっしゃったわけですが、その際にですね、大分はせっかく魅力あるのに、本当大分人は宣伝が下手でもったいないと、もうよく苦言を呈されておりました。まあ、その辻野勲先生の思いを継いでですね、まあ、大分人こそ、この大分の魅力をですね、しっかり学ばんかいということでございまして、3つですね、毎年、例年ですとこう体験ツアーとかでね、体験の、まあ、ウニ割り券とかですね、お食事券とかいただいてますが、今年は新型コロナウイルスということで、各ですね、プレゼントをいただくということでございます。誠にありがとうございます。湯布院のですね、玉の湯さん、桑野泉先生のですね、ところでございます。過去2回霊界でもお世話になりました。でですね、また丸見水産さんですね、こちらがですね、ウニ割りでございますね。多分この間のですね、ちょっと私行けなかったんですけれども、魅力体験ツアーでも確かお世話になった場所だと思います。そして味見ですね、王様のブドウジュースということで、宮田ファミリー農園様ですね、グリーンツーリズムで有名な観光カリスマ宮田誠一さんのですね、農園でございます。以前2018年の夏の大分学検定魅力体験ツアーで宮田ファミリー農園さんにもお邪魔しました。本当みずみずしくて、ソフトクリームにしてもですね、美味しいんですね。まあ、実は私、過去、今回3回目、3年連続でいただいておりまして、実は過去2年間ペアチケットとかいただいてたんですけども、申し訳ございません、行くことができませんでした。一人で、ね、ペアですからね、体格は2人前でも中身は半人前というギャップを持ってますけども、なかなか体験に行けず申し訳ございませんでした。ただ今年はこういうふうに商品として送っていただけるということで、
大変助かります。本当皆様ありがとうございます。最後にですね、まあ、特別賞といいますか、成績上位の方からですね、順番にいただける、まあ、大分県内のですね、各市町村、また関係企業の方からですね、の、まあ、プレゼントでございます。私はですね、今年も、佐伯寿司街道さんの1万円のお食事券いただきました。3年連続いただいております。ありがとうございます。過去2回ですね、錦寿司さん、そして上八寿司さんにお世話になりました。もうね、家族もですね、毎年この寿司券楽しみしてまして、本当ね、佐伯のお寿司は美味しいんですよ。石田義美さんがこう、もう佐伯の寿司はもう世界一だよっておっしゃってたらしいぐらい、本当新鮮な、ですね、佐伯寿司です。佐伯の殿様、裏で持つと言われているように、本当にこの海に恵まれた、リア寿司海岸に入り組んだ地形でですね、育ったお魚というのは本当に美味しいです。ね、こう、今年もですね、まあ、美味しいお寿司を食べて、最近のお魚がいなくならないようにですね、私も、美味しくお魚をいただきたいと思います。今年もありがとうございます。ということでですね、たくさんの商品をいただきました。改めまして感謝申し上げます。ありがとうございました。ね、本当にね、いろんな大分にはいろんな文化があって、いろんな技術があって、で、いろんなね、食文化、美味しいものもございます。ですので皆様ですね、まあ、この新型コロナウイルスの環境でかなりまあ難しい状況ではございますが、まあ、ぜひ機会がある場合は大分にもお越しいただきたいですし、また県外でもですね、いろんな大分の商品やですね、もしくはこうインターネットなどで大分の情報も手に入れられますので、ぜひ大分のことについてですね、もっと触れ合っていただいてですね、ぜひ大分のことを好きになってください。もう私のことは嫌いでも大分のことは好きになってくださいね。まあ、私自身もですね、来年はまた、まあ、生きていれば、で、特に仕事も入らなければですね、来年も11月3日、今度はディフェンディングチャンピオンとしてですね、こちら、また、大分学園で挑戦したいと思いますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。そしてもちろんね、最終的に検定がですね、すべての、で、まあ、1位を取るとかいうことがすべての目標ではありません。あくまでも検定をきっかけに、こう、もっと、大分って結構すごいことあるんやなとか、ここ課題やけんもうちょっと頑張っていこうなとか、こうまだ知らない大分とたくさん出会えることもできるんですね。1位になってもまだ私知らないこといっぱいあります。ですから、そのまだ見ぬ大分と一緒に出会いに行きませんか。ということで、ぜひ大分学検定もお願いいたしますし、ぜひ大分県のこともこれから一緒に学んでね、盛り上げていきましょう。そして情報発信していきましょう。どうかよろしくお願いいたします。ということで、ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいねボタン、高評価よろしくお願いいたします。そして、ぜひチャンネル登録もですね、お待ちしておりますので、大分のことをですね、結構まあメインに紹介しています。いろんな場面をですね、これからも皆様にお知らせいたしますので、どうかブログや動画、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは、また。